高槻 IC の分岐高槻 IC 料金所高槻、ジャンクションインターチェンジは大阪府高槻市大技なり合いにある新名神高速道路と名神高速道路のジャンクション及びインターチェンジ併設施設である2017年12月10日共用開始名神高速道路の高槻 JCTIC 建設前に設置されていた未来はここから新名神の看板 新名神高速道路と名神高速道路の結節点となる施設の一つで、新名神分岐から名神分岐までの間を全長 2.5km のランプで結んでいる。ランプのほぼ中間に一般道との接続部が設けられている。計画当初は新名神高速道路との接続部が、高月第一ジャンクション、名神高速道路との接続部が、 高槻第二ジャンクション一般道との接続部が高槻インターチェンジと別の施設とみなされておりランプ部は高槻連絡路という本線に準ずる箇所が与えられていたが開通にあたってこれらがすべて一連の施設とみなされた IC 番号は新名神高速道路の連番で付与されている新名神分岐から名神分岐までのキロポストは 数字の左側に W のアルファベットが表記されており、名神分岐を起点に 0.0kp から新名神分岐の 1.4kp まで設置されている。開通時点では、名神と新名神神戸 JCT 方面への接続のみで、新名神分岐部から名古屋方面は事業中となっている。名古屋方面への延伸は2023年度を予定しているが、 八幡京田辺ジャンクションから本施設に至る区間は着工が2010年代に入ってからで、区間内にうどの吉原があり環境保全に配慮する必要がある。ほか、南高寺が予想される平方市内を地下で貫通するトンネルがある。名神高速道路との接続部は桜井 PA、跡地付近にあり、新名神が遠一に接続することをドライバーに。 周知させるための未来はここから新名神と書かれた看板が設置されていた。前日の通り、新名神分岐から名神分岐までの間は全長 2.5km のランプで結んでいる。開通時点では名神分岐部で両方向に接続しているが、京都方向との接続を主交通として設計されており、吹いた方向からのランプが合流する形状となっている。 2015年6月16日から翌17日にかけて行われた桁仮設工事で、季節下駄と仮設下駄のボルト口のズレにより作業が大幅に遅延するトラブルが発生した。名神集中工事の一部として、名神高速道路本線を夜間通行止めにして施行していたが、当日は通行止め解除が3時間45分遅れた。ありがとうございます。